こんにちは、ルミです、今日は2023年の6月23日金曜日15時半ぐらいです。今日はね、旅行で足がすごいむくんだのでセルフマッサージしながら旅のことを喋っていこうと思います。いいよ。帰ってきたのは昨日の夜なんですけど、そうだな、9時50分の飛行機でに乗っ9時50分発の飛行機に乗って、成田で乗り換えてで広島に帰ってくるっていうプランにしてたんですね。まあ、なんで乗り換えにしたかっていうと、広島新千歳空港の直行便が18時55分発しかなくて、そうなると家に帰ってくるのがすごい遅いし、しかもなんていうんですかね、そんなに旅先にいる必要あるみたいな感じで、まあ、とっとと私としては早く帰りたかったんですよ。でそれでスプリング空港で、新千歳成田からの成田広島で、乗り換えの時間が5時間ぐらいあったんで、最初はねそこでもちょっとオフ会などを考えていたんですけど、まあどうなるかなっていうのはその時の気分で決めようみたいな感じでいました。でまあその旅行始まったらお腹壊したりとか、ちょっと熱微熱が出たりとかして、もうすっかりオフ会する気分じゃないというか、むくみも顔のむくみもひどいし、なんかちょっとビジュアルが悪くなってるの、普段より悪くなってるので、ちょっと人に会うの嫌だなと思って、で結局もう旅の中でオフ会するのやめようと思って普通に帰ろうと思って、で朝起きて空港には9時過ぎぐらいに着いたのかな。で出発が50分なのでめっちゃ時間あるじゃんと思って、お土産を買いに行ったんですね。というのも今旅行支援のクーポンが出てて、でそれで2000円分ぐらい余ってて、こう使わずに帰るのももったいないし、朝早かったんで使えるとこがなかったんですね。し前日使おうと思って買い物に行ったら、ちょっと割引対象外のお店ですって言われて、結局使えなくてって感じで、で空港のお土産屋さんめっちゃレジで人が並んでて、まあすごい並んでるなみたいな感じで、普通にそこに対して何も思わずに買って帰ったんですね。でお土産屋から出発の航空会社のカウンターめがけて歩いてって、で表示見たら、ピーチがですね、そのカウンターが A から F ある中の A だったんですよ。でだいたい中央ぐらいに電車から降りてエレベーター上がってってって言ったら、だいたい中央ぐらいのところに着くんですね。まあ中央はだいたい JAL とか ANA とかそういったメジャーなところですよ。でそれでお土産買った後にピーチの一番端っこ、そこの空港の一番端っこの A のところに行って、で搭乗券のところですね、自動チェックインのところをこう QR コードピッてやってもこのエラーですみたいな紙が出るんですよ。ですっごいちっちゃい
QR コードだったらね、拡大してやってみようとピッてもう一回やってもダメなんですよ。でその時点で9時25分で、あれもしかしてもう受付終了したのかなと思って、でよく見たらそのチェックインのこのパネルの一番右下にその予約番号手入力みたいなとこがあって、あ QR コード弾かれるんだったらもう予約番号手入力しようと思って、で手入力したんですね。そしたらですね、私の持ってる予約番号は7桁でも実際入力する予約番号のその枠は6桁しかないんですよ。数字1個弾かれるんですね。でそこでやっと気づいたんですよ。あ、航空会社間違ってると思って私が買ったのはスプリング空港、スプリング航空で、なんでか行ったのがピーチなんですよ。もともと広島からピーチは飛んでなくて、でも私がピーチ以前使ってたのは福岡から沖縄に行くときに使ってたんで、で全然普段は使わないところなんですけど、なぜか本当にナチュラルに千歳空港に着いたときに、あピーチのカウンターに行かなくちゃって思ったんですね。でそっからですね、スプリング航空空港元詰めスプリングのカウンターまで移動しないといけないんですよ。搭乗手続きしないと飛行機に乗れないんで、で走ったんですね。しかも私その前の日にここちょっと見えるかな、捻挫してるんですよ。で体重かけると痛いんですね。なのに走ったんですよ。めっちゃカウンターが A から F まであるんですよ。だからそこの2階だったかな、2階の端っこから端っこまで走ったんですよ。結構荷物5キロぐらいある荷物を抱えてですね、走って、もういい年なのに走ってですね、意外と走ってると足痛くないなとか思いながら走って、で途中もうなんていうんですか、走れなくてちょっと歩調を緩めたり、でもここで止めるわけにはいかないみたいな感じで、でなんか途中時計見たら9時半だったんですね。もう超絶やばいと思って、ですごい急いで一番端っこのスプリング航空に着いたらですね、なんかその搭乗手続きのところにすっごい人が並んでて、でなんかチェックインできない状態なんですよ。なんでみたいな、なんかこう制限してる、その並んでるけどまだ手続きできませんよみたいな表示になってて、なんでかなみたいな。で私がちょっと列を無視してこうその自動チェックイン機に行こうとするので、人々も何この人みたいな目で見るわけですよ。でなんか張り紙があって、そこで9時50分発の、搭乗手続き終了しましたっていう紙がありましてね、みたいな、まあ、そこでまあそのスタッフの人に言ったらもしかしたら乗れたかもしれないんですけど、結構諦めが早いのでダメだと思って、ですごい走って、もうなんていうんですか、もう心拍数上がりまくってるので、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな感じで、で近くにあるあのベンチにですね座ってですね、どうしようどうしようみたいな。でそのスプリングのやつ見たら、成田行きがですねなんか1日に3便ぐらいあるんですよ。で次が11時前ぐらいに出るやつで、もうこれ乗って帰ればいいじゃんみたいな感じで、であのサイトを見たらですね、なぜかそこの時間帯のチケットが買えないというか、もう表示がまず出ないんですね。なのでもしかしてもう売り切れてたか、もう締め切ってたかって感じなんですよ。でそこでどうやって帰ればいいか、
どうしても昨日中に帰らないと猫のご飯がないし、まあとにかく私も帰りたいと。ですごい考えて、まずアナですね。アナの、チケットをまず探したんですけど、5万8000円なんですよ。夜の7時前に出る便が5万8000円なんですよ。ちょっと買えなくて、ちょっとすぐパパッとは買えない値段なので、ちょっとどうしようと思って。で、関空だったら千歳から飛んでるはずだからと思って、そのスプリング航空で関空行きまでのチケットを取って、そこから関空からはもう、あの、なんていうの、新幹線と特急使って広島に帰ればいいかって思ったらですね、チケットが2万7000円だったんですね。2万7000円関空から広島まで、まあ1万3、4000円か、まあ4万ぐらいか、5万8000円よりはマシだなって思ったんですけど、なんかちょっと諦めきれなくて、何かないかってすごい探して、で、当日、まあ、とりあえず成田まで行ってみようかなと思って、で、千歳から成田まで1日3便の2便目はもう買えないんで、3便目、でもそれもなんか夕方で意味がない感じだったんですけど、それもチケット見たら当日なのに2万7千なんですよ。違う、2万7千は関空か。いや、もうあれか、3つ目の便は成田から広島に帰る便がないから、結局取ってもどうしようもならないって感じだったので、で、ネットで千歳成田で調べたら、ジェットエアっていうとこと、なんとピーチが残ってたんですね。ピーチがあって、で、ピーチで見たら、10時ぐらいの便と12時発の便があって、12時発の便だったらまだ、なんていうの、帰れるし、成田から広島のスプリングのチケットもそのまま使えるということで、で、そっからピーチのサイトからチケットを買おうとしたらですね、なんかその途中で席を決めるんなら3時間前までじゃないと買えないし、3時間切ってるんだったらカウンターでしか買えませんで、残りが5席だったんですね。で、だからもう一刻もカウンターに行かないと買えないからっていうことで、急いでまた F から A まで、2階のですね、すごい広い千歳空港のフロアですね、若干早歩きで5キロの荷物をですね、手下げだったので手で下げて、トコ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 走るんですよ。走るとか、まあ早歩き小走りみたいな感じで、で、やっとカウンターに着いて、ちょうどカウンター空いてたので、カウンターのお姉さんにこのスマホの画面見せながら、このチケット買いますかって言ったら、あ、そう、ネットで買いますよって、そのまま買いますよって言ってくれたんですけど、いや、なんか3時間前じゃないと買えないっていう表示が出ててって言うと、あ、それ席を決める場合はなんですけど、席決められないんだったらそのままその閉じるっていうところを押してもらったら大丈夫ですよって言われて、なんなんもうみたいな。で、まあお姉さんは優しかったんで、全然お姉さんには文句はないんですけど、で、チケットを取りましてですね、12時発のチケットを取れたのが、10時前ですね。でも怖いんで、そのままもう搭乗手続きしようと思っていたらですね、90分前にならないと、
手続きできませんってなったので、まあ、お腹空いてたので1階に降りてモスバーガーでご飯食べたんですけど、私行きの便にアナだったんですね。アナは出発の20分前の搭乗手続きで大丈夫だったんですけど、スプリングは30分前だったんです。そこ確認してなくて、というか予約表に書いてないじゃんみたいな感じでやられたんですよ。で、まあチケットはなんかカード手数料みたいないろ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 引かれて、まあ1万2000円ちょいぐらいかで取れて、まあもうね、帰れないことを考えたりとか、アナの5万8000のチケットを考えれば1万2000でなんとか帰れる算段がついたのは、まあもうラッキーと言うしかないみたいな感じでお土産買わなかったら全然、まあ多分間に合ってた。いやでもどうかな、ピーチ多分行ってたからな。なんかこう結構その思い込みで間違えるっていうのって結構ありますよね。昔もなんかあの広島から福岡に行くのに、なんかそのいつもなんかあの大阪の新大阪の方に行くことが多かって、なんかそのままなんか東京行きの方行ってたら、なんか外人さんが結構大きい荷物を持っててエレベーターの中で、あー福岡の方も人気なんだなと思って、ふと違うみたいな感じで急いでダッシュで降りて反対側にホームに行ったっていうこともありますね。思い込み怖いですよね。で12時の便で成田に着いて、で第1ターミナルに着いたんですけど、スプリングはね第3ターミナルなんですよ。だからまあそっからは最初ちょっとすごい分かんなくて、ちょっとネットで調べても、なんか私が今いる場所にはスプリングはないみたいっていうのがなんとなく分かったんで、まあ総合受付で聞けばよかったんですけど、なんかちょっとキラキラしたお姉さんたちがちょっとハードルが高いって思ったら、エスカレーターのところでちょっとこうね、中年の女性のスタッフがいたんで聞きやすいと思って、で聞いたら、第3ターミナルになりますって言われて、そこの出口出てもらって左に行くと循環してるバスがあるんで行けますよって言って行って着いたんですけど、第3ターミナルってなんていうんですかね、すごい地味なんですね。照明もなんかうっすら暗いし、第1、第2ターミナルは結構きらびやかで、そのお店も多いし、搭乗手続きしてからもなんか結構いい感じの施設が多いんですけど、第3ターミナルなんかすごい僻地の、なんかまあ追加で建てたって感じなんでしょうね。なんかスプリングとジェットエアぐらいしか多分使わない感じ、多分取り扱いの会社が3つか4つぐらいしかないんですけど、でそれでしょぼいなと思ってしょぼいなと思って、でそれでも結構行ってすぐ搭乗手続きできる時間帯だったのかな。搭乗手続きして、でフードコートしかなかったんで、フードコートでご飯を食べてって感じだったんですけど、これなんか通常通りに千歳で、千歳からスプリング乗って、で5時間広島行きが4時10分発ぐらいだったんですよ。で空港行きが違う、千歳発が10時前で、多分11時半ぐらいに着いて、そっからなんていうのかな、5時間ぐらい第3ターミナルで待機っていうのはちょっとさすがにちょっとつまんなかったなと思うんで、なんかそのつまんなさを思えば、千歳で2時間ぐらい時間潰せたのは逆に良かったのかななんて思いつつですね。
まあそんなこんなで結構踏んだり蹴ったりなんですけど、なんかその運気を上げる旅行の時ってなんかこう結構アクシデントって起こるみたいなんですよ。体調崩したりするのってよくあるみたいで、なんかその微熱、お腹壊したりとか、なんかちょっと風邪をひいたりとかっていうのはもう本当に教科書通りの反応。そういった運気を上げる旅行をすると、なんかその体に溜まってる悪いものが出やすくなるから、そういったことはまあなんかよくあるみたいな感じだったんですけど私なんかよく考えたら毎回運気上げの時なんかお腹壊してるなと思うんですよ。もともとお腹弱いけど、さらになんかなんだかな、毎回お腹壊してんだろうっていうぐらいお腹壊してるんですけど、今回もお腹壊して、で6月の頭に私階段から落ちてちょっと足を打撲してるんですけど、そういったことだったりとか、旅行の2日目にお風呂から出るときに足の指ここですね、捻挫したのも、なんか私が今回北東に行ったんですけど、北東の方角で起きるそのアクシデント、筋肉痛だったり腰痛だったりの中に捻挫ってあって、まああるあるらしいですね。でその、まあ、ちょっとしたアクシデントが起こる方がその後よりいいことが来るって教えてもらったんで、まあよっぽどいいことが起きるんだろうなと。でなんか中にはね、お財布をなくしたりする人もいるらしいんですよね。まあ、そういうのを考えれば、まあ飛行機に乗り遅れたことはまだ軽症なのかなと思ってみたり。でもね、その飛行機に乗りそびれた、もう受付終了したって分かってからチケットをですね、まあ違うな、こう飛行機の航空会社のカウンター間違えたって気づいてから、まあダッシュで行って、で受付が終了してて、でそっからどうやって広島に帰るかっていうプランをすっごい探し出してる時が実は一番楽しくてですね、私結構ちょっと案外そういったアクシデントとか意外となんていうんですか、あれっぽくて、アトラクションみたいで多分ちょっと好きなんですよね。ああいったハラハラドキドキしてギリギリセーフっていう遊びが実はね好きみたいで、本当は毎日猫とダラダラしてたいんですけど、実はそういったアクシデントの好きみたいなんで、まあ旅行中にアクシデントを楽しむツアーに参加したと思えば、あの料金は妥当なのかなみたいなこれは別に何て言うんですかね、あのブドウは酸っぱいみたいな、その慰め、自分を慰めるための代償の考えとかではなく、ただ単純にこの旅で一番ハラハラして楽しかったなみたいなっていうのが最後のチケットの話という感じです。というわけで、4回続けて、まあ、旅の動画を出したんですけど、まあ、受けは悪いだろうなと思って出してます。受けは悪い。普段の見てる人からはきっと受けは悪いんだろうなっていうのはちゃんと自覚して出してますので、こうやって足を出してですね。じゃちょっとでもエロくならないかなと思ってるわけですが、うん、また前立腺について面白いことが分かったら動画撮っていきたいなと思います。今日はこんな感じ。ルミでした。